下鴨にあるお店、春菜ダイニング青い章。春菜ダイニング青い章は、そちら田辺荘のお漬物ですとかお味噌なんかを中心としたお料理を皆様にご堪能いただいております。店頭には旬の野菜を生かした浅漬けや京都ならではの漬物がいっぱいです。店内での食事ではこだわりの漬物をより気軽に味わっていただきたいという思いから、お寿司を一貫一貫握って出されています。お寿司は全部で8種類。メインとしてはお漬物をお楽しみいただくというお膳になりまして、じゃあ酢飯とお漬物はすごくお酢同士で相性がいいものになります。ボリュームもしっかりとありますし、あと彩りがとても綺麗なものになりますので、特に女性のお客様なんかにはお喜びいただけるんじゃないかと思います。名物の紫漬けはお土産にぜひどうぞ。出町柳へご来店の際は田辺荘にてぜひ京漬物味噌をご堪能くださいませ。皆様のご来店心よりお待ち申し上げます。